はい、対戦よろしくお願いします。一応収録し始めて結構対戦やってるんですけど、なかなかいい試合が取れないんで、そろそろちょっと時間厳しいから、いい加減いい勝負したいんですけどね。はい、この、何本目になってんだろうな。僕が先行か。先行だったらいいや。ちょっと強気にジガルで出してみようかな。うん、行こう。で、ジガルでゾロアークっていうデッキをね、ちょっと組んだんで、回してます。このジガルデがね、結構強い GX 技っていうか、すごい技自体がいろいろ噛み合ってて強いんで、結構お気に入りで使ってたんですけど、そろそろいい勝負したいな。で、ハイペーボールのコストで落としたいカード、特にね、鉢巻き、あのデッキ、コインとかから察するにガブ、ヒーエクっぽいんだよな。春だけ貼っとくか。ちょっとこのデッキはね、ゾロアーク、の取引を使ってどんどんこのジガルデを育てていくデッキなんで、でもこれは強いな。2個玉張っていいか。先エネ落としとくっていうのもあるけど、そうだね、先エネ落としちゃっていい気がする。落とそう。で、ハイペイボールでここ落として、ハンドが流されないとも限んないんですけど、とりあえずマグマックでいいかな。ハンドにカルゴもいるんで、せっかくだし立てに行こう。で置いて、一旦終了でいいや。うん。手張りする必要は特にないかな。で、ジガルデが、いっちゃうと、ジャッジメント GX っていう技を持ってて、相手に150ダメージを与えつつ、次の番、GX ポケモンから技のダメージを受けないっていうすごい強力な GX 技を持ってるんですよ。で、これを使うと、流行りの GX ポケモンは当然なんですけど、あとまだこのポケカオンラインには実装されてないんですけど、最近、リアルで、流行ってるタッグチーム GX からも技のダメージを当然のように受けないんですよね。すげえゼブライカ出てきた。じゃあシママか。なるほど。カウンターコケイコか。どうしよっかな。やっぱ鉢巻きいらなかったじゃん。それは言ってもしょうがないんで、どうしよっかな。ゾロアーク立てちゃいけないような気がするし、ジャッジメント GX 刺さんないし、もういろいろ最悪って感じ。頑張ってみよう。幸いなことにグランドフォースで多分全部ワンパンできると思うんで、気合でどうにかしますか。シブンは、いると思う。いると思う。で、ここはもう殴りに行くから、ディアンシーが欲しいのか。ディアンシーがあると、セルコネクターで前のコケコワンパンできるから、で、ゾロアーク立てたくないんだよな。リーリエもあるし、無理してゾロアーク立てて、猿の餌になるのもすごい嫌だから、リーリエのそうか、取引を使わない可能性があることを考えると、先地ならして確実にカード引きに行った方がいいのかな。で、せせらぎの丘だと相手の猿の展開を助けちゃうんで、一旦ネストボール挟んで、圧縮しつつでいいような気がするんですよね。うん。で、ゾロアークはどうしても必要になった時に、そうですね、進化します。いやー、ユリイカもね、使いたかったんですけどね、この試合ちゃんと完遂させて、今日はこれ動画にしようかな。で、実際にジャッジメント GX がめちゃくちゃ暴れてる動画っていうのは、フルメタルボールがね、落ち着いた段階に撮ろうと思います。で、一旦セルコネクターで、ディアンシのパンプコミ弱点で、コケコ倒しつつ、こいつ、セルコネクターでトラッシュの投影で自分につけることができるんで、これで次の番から毎ターン、下の技をね、連発できると。そういった感じになっております。多分、最初の2ターン目、3ターン目とかは、回転飛行でひたすらダメ感ばらまいてくると思うんですけど、どっかで止まってくれないときつそうなんですよね、これ。いや、でも、相手デッキ回すのをワンチャンこの早掛けのゼブライカに頼っているんだったら止まる可能性も十二分にある。言うて4枚しか引けないですからね。うぜえ、ほこら。いや、ユリカ使おう。これジャッジメント GX 連発する必要ないから、スタジアムトラッシュのためにユリカ使うわ。なんだっけ、エネかポケモンだっけ。で、これ見たカードが上に戻るっていう、下じゃなくて上に戻るんで、結構、クラッシュチャージとかのマグカルゴとも相性いいっすよね。っていう話はさておきですけど。カウンターにしっかりと持ってると。で、コケコは多分、コケコじゃねえわ、なんだっけ、猿か。猿は殴ってくるタイミングでしか出てこないから、丘引けたならいいか。で、この番サポート使う必要あるかなんですけど、こいつ狩るか。いや、でも前借りたいな、前借りたいな。前借りしたいな、これ。丘よりかは、これで割りたいんですよね。丘春は相手のコケコじゃない、毎回間違えるな、猿の展開を助けちゃうんですよ。なんで、アセロラか。アセロラが必要だな。アセロラが必要なんで、次の番こいつはやられないから、で、ニコ玉回収してゾロアークで殴り始めることを考えると、先にアセロラを用意しておいた方がよくて、で、アセロラはただデッキトップに持ってきておけば、次の番こいつ落ちることないと思うんですよね。地ならしで、ちょっとこれはアセロラループに持ち込みます。これで耐えつつ戦おう。うん。で、アセロラループするんだったら、ここ進化してもいいような、進化して持ってきといていいような気がするんですけど、いや、せせらぎの丘を張らない、あえてユリイカでスタジアムを割っていくスタイル。これ一応ね、スタジアム割るとジガルデが GX 技もう一回打てるようになるんですけど、で、他になんかハイパーボールでポケモン出す必要もあんまなくて、地ならしゾロアークのこのラインができてるんだったら、とりあえず安心できるような気がする。で、ランドホースで落としに行きましょう。いや、なんかこれ、たださ、勝ったとしても、ジガルデが強いんじゃなくて、普通にただの地ならしゾロアークのアセロラループが強いだけの話になってないかな。なんか今、コケコ GX やばい値段になってますよね。WR でも1枚2000円超えててびっくりしましたけど、まあ最近の雷強化でね、GX 技で普通にいつでも200とか300ダメージ出せるってことを考えると、まあ、エレパもありますし、そりゃ、再録されてなきゃ高騰するようなって感じなんですけど。CL は何が流行るのかな。チャンピオンズリーグ、結構、なんだっけな。そういえば、この動画上がる時点でかわかんないですけど、2月1日に第3次エントリーがあるみたいなんで、まだ応募できてない方はね、そこでぜひとも頑張っていただきたいって感じなんですけど。ただ、アセロラを使った番は、まだグズマを打てないっていうね、ちょっとジレンマがあるんですよ。こいつがなんだっけ、後ろの、猿の数 ×30 追加なんで、もし仮に3匹並んだとしても100、130、ああ、地軽でが落ちてしまう。それはまずい。あと2体と2個玉かカウンターでと鉢巻きで、この前の地軽で落ちちゃうのか。一旦ハイパーボールで。いやー、まあ一旦残ることを祈るか。メタモンは回転飛行の餌になっちゃうから、ここは一旦でもまあ、テテフ持ってきといていいか。テテフ持ってきといて、丘で回収670なんで、いや、まあそうっすね。ちょっと、この前の地軽でが落ちないことを祈るしかなさそう、とりあえず。で、地ならしがあんのか。使います、使います。いや、まあ割となんでもいいのか。ってことは、グズマ持ってきておけばよくて。いや、違う。逃げ根用のニコ玉が欲しいのか。ニコ玉前にしとこう。いや、マジでちょっと。個人的な意見なんですけど、ポケカオンラインって考える時間ないですよね。で、これで9で110なんで、こいつが2匹並んで鉢巻きでも90パンプ100、110なんでギリギリ10耐えるんですよね。だからもう一旦待ってもいいはず。で、コケコで一旦この番は展開できなかったらばらまいてくると思うから、そしたらアセロラで回収して、そうですね、ジガルデで。前のコケコを弱点込みで落とすみたいな感じがいいんじゃないかな。あって、この番に落ちるもしかして。いや、大丈夫だよね。もう一匹並ばなきゃさすがに大丈夫なはず。あ、オッケー。うん。で、こいつはもう確定でちょっとアセロラで回収したくてですね。で、過去赤も回収してよくて、で、回収する前にこれで地軽で呼んできておくかって話なんですけど。でも、猿はもう多分できたから、トラッシュに1枚いますよね。で、これでもう貼ってよくて、丘で、そうですね、地軽で用意して、うん。で、アセロラで回収しつつ、で、まあ、殴っていく感じにしますか。で、手割りは確定。で、これで前の攻撃は弱点込みで落ちるんですよ。で、ありがとうございました。勝った。よし。いやー、なんかすげえ微妙だな。ちょっと試合完走させてくれや。まあなんかちょっと、試合内容的には微妙だったかもしれないですけど、まあ、とりあえずこういうデッキですと、ちょっとだいぶ不完全燃焼感が強いんで、またフルメタルボールのね、動画が一段落してきたら、このデッキちょっと使ってリベンジさせてください。まあまあ、なんか勝てたね。基本的になんか比叡区相手にはめちゃくちゃ不利な戦いを強いられるような気がしなくもないんだけど。とりあえず今日はこの辺で、また明日からね、フルメタルボールの動画バンバン出していくんで、よかったらご視聴いただけたら嬉しいと思います。ご視聴ありがとうございました。